サージレエリカが NHK をぶっ壊したはい、こんばんは、つぐきです。ごめんなさい、ごめんなさい、喉が、はい、ごめんなさい、ちょっと喉が、喉っていうか、痛くはないんですけどね、喉は。あのただちょっとあれですけどね。<laughs> なんですけどね、ごめんなさいね。はい、あの、今回の話はですね、サージレエリカ容疑者が、まあね、あの、MDMA を、まあ、使っ、あの、なんか、尿検査の結果、 あの陰性だったらしいんですね要は使ってなかったみたいなんです、ね、ただ持ってたっていうことでまあそういうことで逮捕されたんですけどねはい <laughs> まあねこのーサージュルエリカ容疑者ですねあの実は NHK の大河ドラマに出演予定だったみたいなんですねはいまあこのなんですかねあの大河ドラマのやつなんですけどはいあのー、このね <laughs> はいあの「キリンが来る」っていう NHK のまあ来年ぐらいに,あ,にある NHK の大河ドラマの「キリンが来る」っていうのをこのサージレ容疑者は出演予定だったみたいなんですね。はいまあ、これでねまあもう出演できなくなったんですけどね MDMA の件でねあのもう出演予定だったのがもう,もうダメになったって感じなんですけど。 はいまあ、これでねなんか代役がなんか決まったみたいなんですねはいあの川口春奈さんっていう方女優なんですけどね、まあ、この方まああの、まあ、多分あんまりテレビ見てない特に年配の方とか <laughs> 4050代の方だったらあ,のあんまりわからない方だと思うんですけど僕はあのゆっとり世代なので28歳なのでわかるんですねこの方ね川口春奈さんねはい、まあ、女優の方なんですけど。 僕も最近あんまテレビ見てないんですけどこの川口,川口春奈さんを知ってますよはいまあ <coughs> ごめんなさいちょっとのどあ、ま、喉があれですけどはいまあこの川口春奈さんがあのこの NHK の大河ドラマ「キリンが来るの」のュレイリカの代役が川口春奈っていうことになったんですけどねはいまあこれねなんか どうなんかジ尻リカの役がどういう容疑者はジ尻リカ容疑者があのこの役ですね斎藤銅像っていうんですかね、まあ、その娘さんの役だったみたいなんですねその織田信長のなんか妻というなんかあれですかねあのそのヒロインともいえる女優役だったみたいなんですね澤尻梨花のね役ね。 演じる予定だったんですけどはい、まあ、それであのこの代役が川口春奈ということで決まったみたいなんですねはーいまあねこの僕個人的にはですね、まあ、僕この川口春奈さんはまあ確かに美人だなって思いますけどねまあどちらかというと好きな方なんですけどね <laughs> はいまああの この方ねなんかね僕のいとこにちょっと似てるんですよねなんかはい僕のいとこのいとこにまあ20歳ぐらいなんですけど、はい、ちょっと似てるんですよね <laughs>、はい、まあ素、まあの話はどうでもいいとしてですねあの川口春菜がこの役なんですか、うん、僕てっきりですねあの青い優さんとかですね北川景子さんあたりかなと思ってたんですけどねはい まあそうなるとは思ってたんですけど、なんと川口春奈さんなんですね。まあ、川口春奈さんってまだ24歳ですからね、相当若いですね。はい、<laughs> はい。まあそういうことなんですけどね。はい、まあ川口春奈さんがね、またなんか不祥事で、あの、何かしてしまったって言ったら、ちょっと笑えないっていうか、また代役やるんですかね。それはちょっとあれあかもしれないですね。今度は川口春奈が NHK をぶっ壊したって。 なならいいいいようにした方がいいですねは大、い、河ドラマ、ねはい、まあ川口春奈にとっては相当喜,び喜ばしい話なのかもしれませんね。まあ手わけで今回の話はですねジ尻エリカ容疑者のなんか大河ドラマの代役がなんと女優の川口春奈さんに決定したことについてのお話でした。ご視聴ありがとうございました。では失礼します。